い、こんにちは、ジャムです。今回はドクターマリオワールドの動画撮ろうと思うんですが、なんかね、メンテナンスが来てまた新キャラと新ワールドを追加するよみたいな感じのお知らせが来てたんですけど、まあ新キャラ追加はいいんだけど、今ねちょっと VS モードでレートね2000乗せたいなと思って頑張ってるんですけど、結構あのメインキャラっていうかドクターのね、あのスキルが2になってる人たちに勝てなくて、でこれはね自分もスキルレベル2を作りたいなと思うんですが、まあ、誰かキャラかけないかなと思うんだけど、ドクターマリオのバチャってあの C キャラ出たらそのまま増やしてってるから、これ新キャラ増える前に回した方が被る確率は高いんじゃないのってことで、ね、ちょっとねスキルレベル上げたいので、新キャラ来る前に回せるだけガチャ回しちゃおうと思いますっていう感じの動画になりますってことで、いきますか。まあね、まあ出ないっちゃ出ないですけど、まあハンマーブロスか、そうサポートはね結構かぶっても、まあスキル上がってもね使えるのと使えないのがいるので、まあコインもね引いていきます。今回はね、相手がスキルを使用したとき 10% の確率でスキルゲージが満タンになる。いやー、ドクターのね、そもそもドクターが出ないか、これだけじゃ。